皆さん、こんにちは。今回は非常に個人的で困難な経験を乗り越えて成功を収めた芸能人たちに焦点を当てます。それは毒親に捨てられた芸能人というテーマです。家庭内での葛藤や虐待が原因で親によって見捨てられたり家を追い出されたりしたにもかかわらず、彼らはその苦難を力に変え、エンターテイメント業界で輝かしいキャリアを築いています。この動画ではそうした芸能人たちの生い立ちから現在に至るまでの道のりを追います。彼らが直面した困難、感じた感情、そして自己克服のプロセスに深く潜り込みます。また彼らがどのようにして過去の影響を乗り越え現在の成功を手に入れたのかを探ります。さらに彼らの話から何を学べるか、そして他の同様の状況にある人々へのアドバイスや支援方法についても考察します。毒親に関する問題は多くの人々にとってタブー視されがちですが、この動画を通じてより多くの理解と共感が生まれることを目指します。酒井のり子さんは日本の女優で歌手としても活躍しています。彼女はのりぴーという愛称で親しまれ、自身の個人事務所株式会社スマイルに所属しています。酒井は堀越高等学校を卒業後、創造学園大学に進学しましたが中退しています。彼女のキャッチコピーはおキャンなレディで、そのキュートな魅力で多くのファンを獲得しました。酒井のり子さんの生い立ちは多くの試練と困難に満ちていました。彼女の人生の早い段階で彼女の実の父親酒井峰樹は山口組系暴力団伊豆組の組長を務めていましたが、覚醒剤販売による不正行為が原因で破門され、その後山梨県で闇金遊業を営んでいました。このような環境で育った酒井さんは幼い頃に親の離婚を経験し、その後母親によって佐賀県のお寺に預けられました。しかしその後母親は若い男性と駆け落ちし、酒井さんは母方の家族にも見捨てられたため、父親の妹に引き取られて埼玉県で育ちました。若い頃の酒井さんは14歳で自分から応募したオーディションに合格し、その成功を機に東京へ上京しました。彼女は所属事務所の社長宅に住み込み、芸能界でのキャリアをスタートさせました。その頃の彼女は誰かに愛されること、認められることを深く望んでいましたが、それは過去の生い立ちが大きく影響していたと考えられます。実際に酒井さんは家族からの愛情をほとんど感じられずに育ちました。この背景が彼女が後に覚醒剤取締法違反で逮捕されるという悲劇につながる要因となったのです。逮捕されてから約10年が経過した現在も酒井さんは芸能活動を続けていますが、彼女の過去の経験が彼女の人生とキャリアに与えた影響は計り知れません。人々からの愛と認識、その強い欲求は彼女が幼い頃に経験した壮絶な生い立ちから来ていると言えるでしょう。彼女の父親が覚醒剤取締法違反で服役中に生まれ、実母が若い男性と駆け落ちし、その後母親が不審死を遂げたことなど、一連の出来事は彼女の心に深い傷を残しました。これらの出来事が彼女が芸能界で成功するための原動力となり、同時に人生で何度かの過ちを犯す要因ともなったのです。このように酒井のり子さんの若い頃の生い立ちが彼女の現在にどれほど影響を与えているのかを考えると、彼女の人生の軌跡は単なる芸能活動以上の深い意味を持っていると感じられます。彼女がこれまで経験した全てが今の彼女を形作っており、その全てが彼女の持つ複雑な人間像を理解するための鍵となるのです。佐々木健介さんは1966年8月4日生まれの日本のタレント、元男性プロレスラー、実業家です。彼は福岡県福岡市南区出身。プロレスラーとしての活動を経て、現在はタレントや実業家としても活躍しています。佐々木健介はプロレスラー北斗晶と結婚し、2人の息子佐々木健之介と佐々木清之介がいます。佐々木健介さんは元プロレスラーとしてのキャリアを有しながらも、その優しい笑顔と温厚な性格で広く親しまれています。しかし彼の背景には幼少期からの激しい試練が隠されています。佐々木さんは小さい頃から父親による過酷な虐待を受け続け、
その影響は彼の生涯にわたって大きな痕跡を残しています。虐待が特に激しい時期には彼は時折近所の親しい知人の家に逃れることもありましたが、その知人が亡くなると父親からの虐待はさらにエスカレートしたのです。佐々木健介さんの父健吉さんは福岡で金融業を営んでいましたが、怒りの感情をコントロールできないことがしばしばあり、家族に対して容赦ない暴力を振るうことが日常茶飯事でした。その結果健介さんは常に恐怖の中で生活を送っていました。実際健介さんが2から3歳の頃、彼は父親によってボートから海に投げ出され生命の危機にさらされたことさえあります。その一方で健介さんの母美津子さんも夫の DV に怯えながら日々を過ごしており、家庭内は非常に不安定な状態が続いていました。時が流れ健介さんが上京してプロレスラーとしてのキャリアをスタートしてから数年後、ついに母親は夫との生活に耐えかね家を出る決意をします。彼女は息子の元に身を寄せますが、その事実を知った父親は健介さんに2人の仲を取り持ってほしいと依頼してきました。しかし健介さんはこれを断ります。そしてその数日後悲劇が起こります。父親は自殺を遂げてしまうのです。この出来事は健介さんに深い影響を与えました。父親が自殺したこと、そしてその死が父親自身の選択によるものであったことは彼の心に大きな衝撃を与えました。その後彼は父親を反面教師として、自身が父親になった際には子供たちに対して愛情を惜しみなく示すことを心がけています。実際に健介さんは自分の息子たちに対して抱きしめてキスをし、彼らを深く愛することで父から受けた暴力の記憶とは異なる温かい親子関係を築こうと努めています。佐々木健介さんの幼少期は父親からの虐待という過酷な環境で過ごしましたが、これが彼を鍛え後の人生で逆境を乗り越える強さを与えたとも言えます。彼の経験は困難な状況からどのようにして抜け出せるかを学ぶことができました。三室剛。室剛は1976年1月23日生まれの日本の俳優、喜劇役者です。彼は神奈川県横浜市港北区菊名出身で、アッシュ&Aに所属しています。室剛は東京理科大学の理学部数学科に通っていましたが中退しています。彼はそのユニークな演技スタイルとコミカルな役どころで知られ、幅広いジャンルの映画やテレビドラマで活躍しています。室剛さんは現在は個性派俳優として広く認識されていますが、彼の少年期は極めて困難で非常に複雑な家庭環境で育ちました。彼はわずか4歳の時に両親が離婚し、それ以降親戚の家で生活することになりました。この離婚後彼の両親はそれぞれ別の家庭を築き、特に母親は再婚して新たな生活を始めました。一方で彼の姉は非行に走り家族から離れ、彼らとの接触もなくなってしまいました。彼の人生におけるこれらの出来事は2019年5月19日放送のさんまのまんまで取り上げられました。この番組で室さんは彼の幼少期の経験と家族の状況について明るく語る一方で、親戚の家での生活や両親の離婚によって引き起こされた心の傷にも触れました。彼は番組中でさんまさんとのやり取りの中で、特に幼い頃の両親の夫婦喧嘩の記憶や母親が家を出ていく際の様子を詳細に説明しました。彼の両親が離婚した後、室さんと彼の姉は父親に引き取られましたが、父親は子育てにほとんど関与せず別の女性と新しい生活を始めました。このため室さんと彼の姉は父方の祖父母のもとで主に育てられました。彼は自身がお調子者だったことを認め、家族から愛されるためには常に明るく振る舞う必要があったと述べています。彼のこの防衛本能は小学校に進学しても変わらず、周囲の人々が彼を笑わせることで彼の存在意義を感じさせてくれたと語っています。室さんの壮絶な幼少期の経験は彼が成長するにつれて彼の性格形成に深く影響を与えました。特に家庭内の不和や両親の離婚が彼に与えた影響は計り知れないものがあり、彼が芸能界で成功を収めるきっかけとなりました。これらの経験が彼のキャリアの礎となり、
多くの困難を乗り越えた彼の人生は、彼を知る多くの人々に影響を与えています。彼の生い立ちが彼の演技にリアリティと深みを与えており、そのために多くの視聴者から愛される理由の一つとなっています。4. 杉本彩。杉本彩は1968年7月19日生まれの多彩な日本のエンターテイナーで、京都市東山区出身です。彼女はタレント、レースクイーン、女優、グラビアアイドル、歌手、ダンサー、小説家、実業家、動物愛護活動家、作詞家、作曲家として活動しています。杉本は株式会社オフィスアヤの代表取締役であり、公益財団法人動物環境福祉エヴァの理事長も務めています。彼女は事業活動において本名の松山元恵を使用しています。杉本彩さんは表舞台で見せる洗練された姿とは裏腹に、非常に困難な幼少期を経験してきました。その複雑な背景が彼女の人物像に深みと謎を与えています。杉本さんの家庭生活は母親による厳格で、時には過酷なしつけによって特徴づけられました。彼女が幼い頃、母親は非常に厳しく、少しでも反抗すると髪の毛を掴んで引きずり回されるなど、身体的な罰を頻繁に与えていました。これらの行動は彼女の心に深い影響を与え、子供時代の苦痛と恐怖の記憶として刻まれました。中学生の時、彼女の人生にさらなる試練が訪れます。彼女の父親が経済的な保証人として登場した際、その知人が消えたため、家族は膨大な借金を背負うことになりました。この経済的な打撃により家庭はさらに不安定となり、最終的には母親が家庭を放棄し、別の男性と共に出ていくことを選びました。この家庭の崩壊は杉本さんに深刻な心的外傷を与え、一時は生きる希望を失うほど追い込まれました。これらの経験は彼女が成長するにつれて彼女と母親との間の確執を深めることとなり、その関係は今でも修復されていません。16歳で独立し、芸能界でのキャリアをスタートさせた杉本さんは、困難を乗り越えて自らの力で生きていく力を身につけました。しかし成人してからも母親への仕送りを続けていたものの、母を呼び寄せようとした際に仕送りを止めたことで、母親からは激しい暴言を浴びせられるなど、その間の関係はさらに悪化しました。彼女は公にこの経験について語り、ブログで人の悪口と恨みつらみしか口にしない母、若い頃から受けたひどい仕打ちと母親との関係を赤裸々に明かし、最終的には絶縁する決断をしました。杉本彩さんの過去の経験は、彼女が持つミステリアスな雰囲気と強さの一因となっており、これらが複合して彼女の公のイメージを形成しています。5. 保坂直樹。保坂直樹は、1967年12月11日生まれの日本の俳優、タレントで、健康料理研究家及び通販コンサルティングとしても活動しています。彼は現在、有限会社サンクチュアリに所属しており、多方面でその才能を発揮しています。保坂直樹はその多彩なキャリアを通じて幅広いファン層から支持を受けています。保坂直樹さんは数多くの試練を経験してきた俳優として知られていますが、その生い立ち自体が非常に壮絶です。親に捨てられたというニュアンスとは別ですが、彼が直面した困難は幼少期に始まりました。両親が自殺という極端な選択をしたのは保坂さんがわずか7歳の時でした。彼の家族構成はサラリーマンだった父と主婦だった母、それに4歳年下の妹と祖母がおり、表向きは幸せな家庭でしたが、突如として訪れた悲劇は彼の人生に深い影を落としました。両親の死の前夜、保坂さんは通常と異なり祖母の部屋で眠るよう父から指示されていました。翌朝目覚めると自宅には警官があふれ、彼と妹は親戚の家へと連れて行かれました。その時の衝撃と混乱は彼の幼い心に計り知れない影響を与えました。保坂さんはこの悲劇の記憶が断片的であり、その日の出来事は今でも彼にとってはっきりとは思い出せないほどです。その後、保坂さんと妹は祖母と共に新たな生活を始めましたが、幸福は長くは続きませんでした。祖母が脳卒中で倒れてからは、彼はさらに苦難の道を歩むことになります。
当時たった9歳の穂坂さんは、祖母の面倒を見ながら自分自身で家事全般をこなさなければならなくなりました。この時期に受けたおばからの無情な言葉は彼の心に深い傷を残しましたが、それでも彼は一日でも早く自立するという強い決意を固めました。成人後、彼は女優の高岡早紀さんと結婚しましたが、この結婚も幸せな結末を迎えることはありませんでした。布袋寅泰さんとのダブル不倫が原因で離婚となり、個人的な苦労はさらに深まりました。しかし穂坂さんはこれらすべての困難を乗り越え、現在では通販コンサルタントとして成功を収めています。また元レースクイーンの女性と新たな人生を歩み始めており、彼の日常はついに安定の兆しを見せ始めています。穂坂直樹さんの壮絶な過去とは裏腹に、彼が現在主にしている平穏と成功は彼自身の不屈の精神と努力の賜物です。彼の人生の物語はどんな困難も乗り越えることができるという希望のメッセージを私たちに与えてくれます。六明石家さんま、明石家さんまは1955年7月1日生まれの日本のお笑いタレント、司会者、俳優、演出家です。彼は和歌山県東室郡小座町生まれで、奈良県奈良市で育ちました。吉本興業に所属しており、テレビ番組の企画や構成などでも活躍しています。さんまはその独特のユーモアと人懐っこいキャラクターで幅広い世代に愛されています。明石家さんまさんは日本を代表するお笑いタレントであり、ビートたけしさんやタモリさんと共にビッグスリーと称されるほどの人気を誇ります。しかし彼の背後には多くの人が知らない悲痛な過去があります。明石家さんまさんの少年期は和歌山県で始まりました。彼がたった3歳で母親を病気で失い、その悲劇は彼の心に深い影を落としました。その後父親が再婚し、新しい家族構成が形成されます。義母は自身の連れ子である弟と共に新たな家庭生活をスタートさせました。しかし新しい母親はさんまさんを完全に息子として受け入れることはなく、彼はしばしば孤立感を感じていました。その中で義理の弟との関係だけが彼の慰めでした。弟を愛情深くチビと呼び、共に支え合う関係は困難な家庭環境の中での希望の光でした。しかしこの平和は長くは続かず、弟が19歳の時に悲劇が彼らを襲います。家で発生した火事によって弟は亡くなり、さんまさんにとって取り返しのつかない喪失となりました。この出来事はさんまさんの人生において深刻な影響を与え、一時期は芸能界を引退することも考えたほどです。しかし彼は自身の役割を見つめ直し、お笑い芸人としての活動を通じて再び人々に笑顔を届ける決意を固めました。彼のトークショーではその抜群の話術で観客を魅了し、テレビ番組ではそのユニークなキャラクターで視聴者に愛され続けています。さんまさんは私生活では様々な困難に直面しながらも、プロとしての前向きな姿勢を崩さず、多くの人々に影響を与え続けています。彼のたくましさとユーモアに富んだ人生は多くの人にとって希望と勇気の源泉となっており、彼が経験した困難を乗り越えた強さは彼のファンにとっても大きな魅力となっています。明石家さんまさんの人生は悲劇を乗り越えて成功をつかんだ一例であり、彼の物語はこれからも多くの人々に語り継がれるでしょう。7. 岩崎良美。岩崎良美は日本の歌手、女優で東京都江東区出身です。堀越高等学校を卒業しています。彼女は1980年2月21日に赤と黒でデビューした歌手であり、岩崎宏美の実名でもあります。愛称はヨシリンで、代表曲には鈴風、アイシンクソー、アニメタッチの主題歌などがあります。ヨシミさんは1980年に岩崎宏美さんの妹として芸能界に華々しくデビューしました。特に1985年にはアニメタッチの主題歌を担当し、この楽曲が大ヒットを記録したことで一躍脚光を浴びる存在となりました。そんな良美さんの離婚の流れから発覚した毒親との関係性をまとめていきます。2011年には3歳年上の産婦人科医と結婚し、その時点で23歳と18歳だった彼の子供たちのママ母になり、
新たな家族関係を築きました。よしみさんがこの時50歳であったため、彼女の人生にとって新たな章が開かれた瞬間でした。しかし、この結婚生活は長くは続かず、結婚から7年が経過した年、夫婦は離婚していたことが報じられました。報道によると、医師として非常に忙しい生活を送っていた夫が、よしみさんの自由奔放な性格に耐えかねて、結婚生活に終止符を打ったとされています。さらに、よしみさんが公言しているフランス愛も影響しており、近年はフランス語の勉強に熱心であり、離婚後もパリに遊びに行きたいとたびたび表明しています。芸能ジャーナリストはこのことについて、よしみさんは離婚の事実を直接的に認めており、お互いの性格の不一致を理由に挙げています。また、彼女の両親が2002年に離婚して以来、家族関係は悪化し続けており、彼女は2人の姉や母親とも距離を置いて生活していたといいますと述べています。特に2015年に婦人公論でのインタビューで、よしみさんは母親との確執について深く語っています。母は人に好かれる一方で、家では感情的で、しばしば激しい言動を見せていました。私は姉たちよりも厳しく叱られることが多く、母の怒声が家中に響いたものですと述べています。さらに、母からひろみの歌は聴けるけれど、あなたの歌は聴いていられないと侮辱された過去も明かしており、これが彼女にとって大きな心の傷となっています。専門家はこのような背景から、子供が幼少期に厳しい批判を受け続けると感情を抑えがちになり、他人の感情に対する理解が乏しくなりがちです。これにより夫婦間での共感や対話が困難になり、結果的に家族関係の悪化を招くことがありますと指摘しています。このような家庭環境で育ったことが、よしみさんの夫婦関係にも影を落とし、離婚に至る一因となった可能性が高いと考えられます。8. 風間トール。風間トールは1962年8月19日生まれの日本の俳優で、神奈川県川崎市出身です。本名は須藤光晴です。彼は多くのテレビドラマや映画で活躍しており、特に科捜研の女、劇場版や我が愛の滝蓮太郎物語などで知られています。風間トールはその独特な演技スタイルと存在感で、幅広い役柄を演じ分けることができる俳優として評価されています。風間トールさんの幼少期は非常に困難で厳しいものでした。5歳で両親が離婚し、父親が突然姿を消したことから、彼の人生に暗い影を落とします。彼は父方の祖父母と共に暮らすことになりますが、その生活環境は決して恵まれていたわけではありません。祖父母は老齢であり、限られた年金収入に頼る生活で、風間さんは幼いながらにして家庭の困窮を日々感じていました。食事は常に不足気味で、時には公園で草やカマキリを食べることで飢えをしのぐ日々を過ごすこともありました。また、祖父が認知症を患い始めてからは、彼の介護と徘徊の監視を行うという重大な責任をまだ幼い風間さんが担うことになります。このような状況は彼に多大な精神的負担を与え、子供時代の無邪気さや安らぎを奪ってしまったのです。両親の離婚後、風間さんは父親との連絡が途絶えがちになり、母親とは完全に疎遠になりました。母親が家を出た後、1週間で父親も姿を消し、彼は祖父母に引き取られる形となりましたが、祖父母も高齢で生活は一層厳しくなる一方でした。時には父親が突然現れてはお金をせびりに来ることもあり、その度に家庭はさらなる困難に見舞われました。そんな厳しい環境の中で育った風間さんは、若くして独立心と自立心を身につけました。彼は早くから自分の力で生きていくことを誓い、そのためにはどんな困難も乗り越えなければならないと心に決めていました。子供の頃からの苦労が彼を強くし、困難を乗り越える力を与えたのです。風間さんが俳優として芸能界で成功を収めたのは、これらの経験が彼の演技に深みを加え、人間味あふれるキャラクターを演じることを可能にしたからに他なりません。彼の過去の苦労が多くの人々に感動を与え、彼の芸術性を際立たせる要因となっているのです。旧坂上忍。坂上忍は日本の多彩なエンターテイナーで、俳優、タレント、演出家、映画監督、司会者、
コメンテーター、エッセイスト、ロック歌手、そして YouTuber として活動しています。彼は東京都杉並区出身で、杉並区立荻窪中学校を卒業しています。その幅広い才能とキャリアで、様々なメディアで目立つ存在です。坂上忍さんの生い立ちは、多くの困難に満ちていました。彼の才能が花開いたのは、天才子役としてテレビ業界に早くから足を踏み入れたことによりますが、その裏で彼を苦しめる家庭環境がありました。坂上さんは15歳で両親が離婚し、その後父親は事業に失敗してしまいます。この失敗は坂上家に計り知れない負債をもたらし、坂上さんは家族を支えるために本来辞める予定だった子役業を続けることを余儀なくされます。坂上さんの若き日のストレスは彼の精神的感情的健康に悪影響を及ぼし、高校を自主退学に至るほどの生活の荒れ方を見せます。そして彼は父親と同じ道をたどり、ギャンブル依存症に陥ります。1995年にはさらに深刻な問題に直面し、酒酔い運転で現行犯逮捕されるという事件が発生しました。しかし人生のどん底から這い上がる坂上さんは、2012年に毒舌キャラクターとしての新たなキャリアをスタートし、多くのテレビ番組でその得意なコメントスタイルで注目を集めるようになります。坂上さんの経験は彼の言葉に説得力を与え、酸いも甘いも噛み分けたその毒舌が多くの視聴者に支持される理由となりました。これにより坂上さんは今や多忙を極める人気 MC となり、彼の過去の批判を上回るほどの支持を得ています。その成功は過去の経験が彼に与えた深い洞察と人生の厳しさを乗り越えた強さから来ています。坂上さんの父親は非常にユニークな人物で、国語より小説を読め、数学より麻雀を覚えろという風変わりな教育方針を持っていました。これが坂上さんの創造性にどのように影響を与えたのかは定かではありませんが、父親のこの独特なアプローチが坂上さんの芸能界での成功に一定の役割を果たしているとも考えられます。しかし父親が新聞記者から小説家への転職を試みるも失敗し、その後の出版社設立も失敗に終わると、その結果として家族は深刻な財政危機に直面しました。これが坂上さんが子役としてのキャリアを続けざるを得なかった背景にあります。このようにして坂上忍さんは数々の試練を乗り越え、今日の地位を築き上げています。彼の人生とキャリアは困難を乗り越えた強靭な精神性の証であり、彼の毒舌の背後にある深い人間性と経験が多くの人々に影響を与え続けているのです。重中島智子。中島智子は日本のお笑い芸人、タレント、女優、そして AV 監督です。彼女は松嶋直美と共に漫才コンビオセロを結成し、2013年まで活動を共にしました。オセロはその間一時活動を休止していましたが、中島のエンターテイメント業界での多彩な才能が注目されています。中島さんは幼い頃から父親から度重なる脅しや体罰を受け続けており、何度も実家から逃げ出した経験があります。そんな中、警察官からあんな家から早く出なさいと助言を受けたこともあったそうです。中島さんは当時両親へ毎月40万円を送金しており、さらにニートの妹夫妻も養っていました。しかし妹が中島さんの交際相手に会った後、突如中島さんが稼いだお金が交際相手に流れているなどと根拠のない非難を受けました。当時の税理士からはこのままでは贈与税が発生する可能性があるとの指摘を受け、中島さんは家族への金銭的援助をすべて断ち切りました。妹への援助を止めたことで、妹はお姉ちゃんは誰かに影響されて変わったと親に訴え、家族の問題がさらに深刻化しました。この一連の騒動後、中島さんは家族からの要求で裁判所に出向きました。裁判中、相手方の弁護士による洗脳されているという非難に対し、中島さんは事務所や家族とのトラブルについて冷静に説明しました。これに裁判官は困惑し、中島さんには何の問題もないようですが、一体何について議論しているのでしょうかと発言し、裁判はその場で停止しました。さらに
家族によって無理やり精神科病院に入院させられた経験もあり、医師からは何の問題もないと診断されましたが、両親の許可が出ないため約2ヶ月間退院が許されませんでした。中島さんは今思えば人権侵害ですが、当時は恐怖で何も言えませんでしたと振り返っています。事件後、母親は妹の言うことは間違いだったかもしれない、申し訳なかったと謝罪しましたが、公にすることは拒否しました。こちらが悪者になりたくないという母親の思いから、この事実は公表されていません。法律専門家は、中島さんのように毒親との関係に苦しむケースは珍しくないと指摘します。毒親は子供を金銭的な道具として利用し、自分の利益のために子供の感情を無視します。このような環境で育った子供は自分の感情を抑えがちになり、他人の感情にも無関心になることがあります。これが家族関係の悪化につながるのです。中島さんの場合、家族との営業妨害が続けば法的措置を取ると警告し、家族への金銭的な無心や妹夫婦の生活費要求には断固として対応しました。生放送後に母親からダサい服を着ていると電話で非難され、最終的には金を要求されたという事例も毒親特有のモラハラ行動の一例です。11、岡田新善。岡田新善は1973年7月16日生まれの東京都出身の俳優、キャスター、ラジオパーソナリティおよび写真家です。彼は元日本代表ヨット選手としても知られています。2003年からは広告写真家として M ウェーブ写真事務所に所属し、その分野でも活動を展開しています。岡田真澄さんはかつて舞台と映画で活躍していた俳優で、劇団仲間の藤田みどりさんと結婚し、一時は華やかなセレブ生活を送っているかのようなイメージを世間に与えていました。しかし映画産業の衰退とともに岡田さんの収入も大幅に減少し、彼は舞台へと活躍の場を移しました。その過程で収入が激減し、家庭の経済状況は厳しくなっていきましたが、外部にはセレブな生活を装っていたとされます。岡田真澄さんはその後バラエティ番組を中心に再び人気を博し、一定の収入を得るようになりましたが、彼は自らの趣味や欲望に多額のお金を使い、家庭にはほとんど金銭を入れなかったため、家族は貧困生活を余儀なくされました。その状況が1994年に破局を迎え、岡田真澄さんは突然家を出て行き、同年藤田みどりさんと離婚しました。翌年には日本航空の女性と再婚を果たしています。岡田真澄さんは公のイメージを守るために、自分と家族の状況について偽の話を作り上げ、離婚を円満なものとして見せかけました。この事実が明らかになったことで、息子の岡田新善さんは父親の行動を許せず絶縁状態に至ることとなりました。これは家庭内の危機を公に隠し続け、最終的に家族関係が崩壊するという典型的な例といえます。12、有馬稲子は1932年4月3日生まれの日本の女優で、大阪府豊野郡池田町出身です。愛称は猫ちゃん、おいねと呼ばれています。本名は中西森子で、ホリプロブッキングエージェンシーに所属しています。有馬稲子さんは日本の映画やテレビドラマで長年にわたり活躍しており、その演技力で広く認識されています。有馬さんは終戦直後の日本に帰国しましたが、当時の日本はまだ混乱の最中でした。大阪の実の両親や親戚との連絡が取れず、不安な日々を送っていました。その間、船で出会ったある家族の好意により、約1ヶ月間その家にお世話になります。その後、探していた大阪の家族の無事が確認され、実の父親が有馬さんたちを迎えに来ました。10年ぶりに父親に会ったのですが、おじさんとしか思えませんでした。子供の頃から父親という意識がなく、ただのおじさんだとずっと思っていたからです。そして家族は増えており、私は突然長女として迎えられました。それまで養母に一人っ子として育てられていたので、これが非常に大変でしたと有馬さんは述べています。有馬さんの父親は厳しい人物で、家族に対して暴力を振るうことが多かったといいます。子供たちが少しでも失敗するとみんな並べと命じて整列させ、一
人ずつ殴るという厳しい罰を与えていました。有馬さん自身も自分の罪でもないのに殴られることが多く、その暴力が大きな恐怖であったと語っています。家庭内では有馬さんが長女として掃除や風呂焚き、食器洗いなどの家事全般を担当することになりました。家は12、3人の大家族で、居候も含めて多くの家事が有馬さんに依存していたため、毎日が非常に忙しくストレスの多い生活でした。ただし内緒で入部したバレーボール部の練習だけが彼女にとっての唯一の息抜きとなりました。このような家庭環境から抜け出すために有馬さんは宝塚音楽学校に入学します。その後宝塚歌劇団から借金をして、義母と二人で安定した生活を送れるよう一軒家を建てることに成功しました。13、和田アキ子。和田アキ子は1950年4月10日生まれの日本の歌手、タレント、司会者、女優、ラジオパーソナリティです。彼女は株式会社ホリプロに所属し、レコード会社はユニバーサルミュージックです。愛称はアッコ、アコ、ゴッドネーと呼ばれています。和田アキ子は日本のエンターテインメント業界で長年にわたり活躍しており、その豪快なキャラクターで広く親しまれています。和田アキ子さんは幼い頃から父親の厳しい教育を受けていました。彼女の父は体重100キロを超える巨漢で、柔道の師範として知られていました。大阪環状線鶴橋駅の近くに金塊道場を構え、そこで道場を運営していました。6歳の頃から始めたこの訓練の甲斐あって、中学1年生の時にはすでに黒帯を持っていたほどです。しかしその教育方法には問題が多く、男尊女卑の考えを持っていたため、特に和田さんに対しては厳しく接していました。何か少しでも気に障ることを言えば容赦なく鉄拳が飛んできたといいます。ある日、和田さんが父親にベルトで殴られた際、バックルが下唇を貫通する事故が発生しました。それでも彼女は父親にボケ、コラッと叱られながら殴られ続け、その後泣きながら病院に行ったという衝撃的なエピソードがあります。和田さんの父親は自分の子供に対して暴力を振るうことについて何の疑問も持っていなかったようです。和田さんが、私は本当にお父さんの子供ですか、いつかあんたが寝ている間に包丁で刺し殺して私も死んだると訴えたところ、父は、おう、やってみいや、お前先に殺してやるからと返答しました。このようなやり取りが家庭内で繰り返されたため、父親との関係はさらに悪化しました。この厳しい家庭環境から逃れるため、和田さんは中学1年生の時に家を飛び出し、大阪南の繁華町や友人の家を転々としました。その頃から非行に走り、自分から因縁をつけて手当たり次第に喧嘩を繰り返すようになります。この生活が1年後には南の阿子として恐れられる存在になっていました。15歳の時、ジャズ喫茶のバーカウンターで歌を歌っていたところを見出され、タレント事務所ホリプロのスカウトによって芸能界入りが決定しました。和田さんが芸能界入りを決めたのは、このままでは極道しかないと感じたからで、16歳で上京する決意を固めました。彼女は自分や家族の写真をすべて処分し、新たな人生をスタートさせたのです。14、吹雪純。吹雪純は1952年5月12日生まれの日本のアイドル、歌手、女優です。本名は堀川玲子。彼女は富山県根井郡八尾町で生まれ、富山県高岡市と京都市で育ちました。現在はパパドゥに所属しています。彼女は高岡市立二条小学校から京都市立花山中学校を卒業しています。吹雪純は日本のエンターテインメント業界で長年にわたり活躍しており、その才能と魅力で多くのファンに支持されています。吹雪純さんは長い間父親と疎遠であったことをテレビ番組徹子の部屋で明かしました。彼女が小学校5年生の時に父親の不倫が原因で両親が離婚し、その後は母親と兄と共に富山で新しい生活を始めました。しかし幸せな家庭生活は長く続かず、13歳の時に経済的な理由から今日から自分で生きていってという冷たい言葉を受け、家族の元を離れることになります。この時点で吹雪さんはまだ中学生で、兄が住む京都へ移り住むことにしましたが、
そこでの生活も保護者のいない不安定なものでした。父親の不倫と母親の育児放棄により困難に直面しました。兄の住む環境も厳しく、ふぶきさんは窓を開けると目の前が崖という狭くて苦しい部屋で生活を始めます。資金も乏しい中で、兄が外で働き、彼女自身が家庭を支えるために台所に立ちました。この困難を乗り越えるために、兄弟はお互いに支え合いながら生計を立てていきました。18歳になったふぶきさんは、さらなる自立を求めて東京へと上京します。その2年後、彼女はモデルとしてのキャリアをスタートさせ、この新たな世界でのチャンスに生きがいを見出しました。その後、ドラマ「寺内貫太郎一家」で共演したキキキリンさんとの出会いが、彼女の女優としての道を本格的に開くきっかけとなりました。キリンさんからは多大な影響を受け、演技への真摯な姿勢を学びながら、次第にその才能を開花させていきました。吹雪純さんのこの旅路は苦労と挑戦に満ちたものでしたが、それぞれのステップが彼女を成長させ、今日の輝かしいキャリアにつながっています。15矢沢永吉。矢沢永吉は1949年9月14日生まれの日本のロックミュージシャンおよびシンガーソングライターです。彼は広島県広島市二保出身です。矢沢永吉は日本のロック音楽シーンにおいて重要な存在であり、そのキャリアを通じて数多くのヒット曲を生み出し、多大な影響を与えています。矢沢永吉さんの少年時代はまさに逆境の連続でした。3歳で母親が家を出ていき、その後原爆の後遺症で苦しむ父親を看病しながら育つという厳しい環境の中、小学校低学年の時には父親を失い、孤独な戦いが始まりました。この頃から矢沢さんは親戚の家を転々とし、最終的には父方の祖母の元での生活が始まります。戦後の日本はまだ混乱期にあり、祖母と2人の生活は極貧でした。経済的な基盤がなく、子供と老人のみの家庭は社会からの支援を受けることでかろうじて生活を維持していました。矢沢さんが学校で給食費や学費が免除されることに感じた屈辱感は、彼の心に深く刻まれ、自らの力で生きていく強い決意につながっていきます。絶対にビッグになってやるという強い思いを胸に、矢沢永吉さんは音楽の道を歩み始めました。当時の音楽業界はロックがまだメジャーではない状況でしたが、彼の情熱と才能が人々の心を捉え、音楽シーンに新たな風を吹き込んでいきました。矢沢さんの音楽は彼の抱えた苦悩や熱意が込められており、多くの人々に勇気と希望を与えました。その後の矢沢永吉さんの成功は、彼が過酷な状況からどれだけ這い上がってきたかを物語っています。孤独と困難を乗り越え、自らの力で頂点を極めた彼の人生は、多くの人々に影響を与え続けています。この驚異的な生き様は、矢沢さんが音楽業界に与えた影響とともに、彼の伝説的な存在を確固たるものにしています。16、小島慶子。元 TBS アナウンサーでタレントとして活動している小島慶子さん。2014年4月11日発売の怪爆しんどい親から自由になるにて、小島慶子さんは母親との確執を告白しています。小島慶子さんは幼少期から母親に、一部上場企業に勤めている男性と結婚することが女の幸せと教え込まれてきたそうです。そのため小島慶子さんは母親に言われるように勉強して、中学校は伝統校といわれる名門に入学し、学校までは東京郊外から毎日1時間半をかけて登校していたようです。友達を作ると母親がその友達の両親の仕事を徹底的に調べ上げ、二流企業勤めだと分かると友達を辞めるように言われたとか、そんな母親に嫌悪感を抱き、次第に母親の作った食事を拒否するようになったそうです。母親の過干渉に心を病んだ小島慶子さんは、母親の作る食事を吐いて戻すようになり、摂食障害に。トイレで吐いて戻す中で下水管を詰まらせることもあったようですが、母親は修理費が高くついたことや匂いがひどいことを非難するだけで、小島慶子さんの心身の心配は一切していなかったとのこと。父親に相談しても喧嘩はやめてとしか言わなかったようで、父親にも大きな問題があったようです。
そんな母親のことを小島恵子さんは、バタ臭い顔をした自意識過剰な母と表現しています。また、軽度の ADHD であることも告白しており、普段の言動を見て心配した母親から他人との交流を禁じられたため、当時はなかなか日本人の友達ができなかったようです。1995年4月に TBS にアナウンサーとして入社した小島恵子さん。アナウンサーとしてテレビに出るたびに母親からダメ出しが入るようになったそうです。小島がアナウンサーになってからも母からの干渉は強く、人生初の生中継が電波の障害で途切れると、誰があなたに意地悪をしたのかと尋ね、クタクタになって帰宅すると留守電が点滅していたり、ファクスから一端木綿のように長々と吐き出された感熱紙に癖の強い母の字がくどくどしく綴られているといったありさま。こうした母親の異常な行動に小島恵子さんは発狂しそうだったと語っていますが、母親との関係に変化があったのは結婚して第一子を出産してからだったそうです。17、足立由美。子役から活躍されている足立由美さん、そして足立由美さんの美しすぎる母親として知られる足立由里さん。足立由里さんは2歳で芸能活動を始めた足立由美さんの敏腕マネージャーとして活動してきました。なお、足立由里さんと足立由美さんとの間には確執があるという噂が流れています。一卵性親子と呼ばれるほど公私ともに親密な親子関係でしたが、二人の間に確執がささやかれるようになったのは、足立由美さんがスピードワゴンの井戸田潤さんと授かり婚をしたことがきっかけだったようです。この結婚に対して足立由里さんは反対していました。井戸田潤さんの年収が足立由美さんよりも低いことが不満だったと言われています。足立由里さんは結婚の挨拶に訪れた井戸田潤さんに向かって、レギュラーは何本あるの、年収は、あなた卑怯でしょ、子供作ってから結婚なんてどうしようというのと畳みかけるように詰めていたんだとか、井戸田潤さんはこれから頑張りますと答えるだけで精一杯だったようです。母親としては娘の結婚相手に対して手厳しい見方をせざるを得ないもあったのでしょう。しかし足立由美さんとしては祝福してほしかったのに理解を得ることができず、母親に対して心を閉ざす理由の一つになったのかもしれません。その後も足立由里さんは足立由美さんと井戸田潤さんについて何かと干渉していました。さらにテレビや雑誌といったメディアに対して娘夫婦の馴れ初めや新婚生活の詳細、離婚に至った理由などをリークしていたのが足立由里さんだったそうです。こういったことに対して足立由美さんはますます不信感を募らせてしまい、一時期は絶縁状態に。井戸田潤さんと離婚した足立由美さんは実家では生活せずに親族を頼り群馬県に移住していた時期もあったようです。しかし2014年に足立由美さんはカメラマン桑島智樹さんと再婚し東京に引っ越しています。これを機に足立由里さんと足立由美さんは不仲を解消。2019年にはバラエティ番組で共演しました。足立由里さんは足立由美さんが産んだ子供の子育てを積極的に手伝っていることを明かしています。しかし2023年12月28日足立由美さんがインスタグラムを更新し、桑島智樹さんと離婚したことを発表。このことについては母親である由里さんは、報告は全くありませんでした。厳しい言い方に聞こえるかもしれませんが、離婚について私は特に意外には思いませんでした。そのうちそうするのだろうなと思っていましたからと語り、足立由美さんが子供を連れて行った理由については、わかりません、うちは浅草にあっていろいろな人が出入りする家なのですが、そういった環境を由美は煩わしく感じていたのかもしれません。結局私と相性が合わないということかもしれませんが、でも私たちとしては由美や子供たちを一生懸命サポートしていたつもりなのに NG を出されてしまって困惑しています。それに親戚や近所の人や仕事関係の人などお世話になった方たちに感謝の言葉も挨拶もないまま連絡を絶ってしまうのは女優としてはともかく人間として失格と言われてしまっても仕方がないのではないでしょうかと
心情を告白しました。18、阿川佐和子、タレントや小説家として活躍されている阿川佐和子さん。阿川さんの父は作家の阿川博之さん。父との思い出を綴った恐怖論がベストセラーになっています。阿川さんは、何がそんなに受けているのかわからないが、父がかなり珍しい動物だということは認めますと話しています。生前から父を称える本を出すなと言われていた阿川さんは、いかに父がむちゃくちゃな人で家族がひどい目に遭わされたかを丹精込めて書いた。例えば幼稚園の時に体験した恐怖の遊戯事件、家族で食卓を囲みながら父に幼稚園で会ったことを、今日ね、幼稚園でねと話し始めるや否や、何が言いたいんだ、結論から言えと怒号が飛ぶ。あまりの剣幕に泣き出した阿川さんを、食事中に泣くな、黙って食べなさいとさらに叱る。阿川さんは怖くて悲しくて吐きそうだったと当時を振り返っています。自分の誕生日でも気は抜けず、何が欲しいんだと聞かれ、何と言えば怒られずに済むかとあれこれ考えているうちに、そうだ、うまいものを食べに行こうと勝手に決められてしまうとのこと。もちろん文句など言えるわけではなく店について行く。会計を済ませて外に出ると、夜の風に対し思わず、うわ寒いと叫ぶと、どういうつもりだと鬼の形相、お前の誕生日だからとわざわざ来てやったんだろう、まずはごちそうさまだろうと言われていたそうです。また阿川さんは、外出禁止令が出たこともあれば、鍵をかけられて家に入れてもらえないこともあったそうで、もしも家を裸足で追い出された私が泣きながら走って、結果交通事故にあっても、きっと父は世間に対しては自業自得だと言うでしょうねと語っています。いかがだったでしょうか。芸能人であっても家庭環境が複雑であり、毒親によって育てられた人々が存在します。毒親からの虐待や心理的な苦痛を経験した結果、彼らは自己価値観や人間関係に対する深い傷を負うことがあります。毒親に捨てられた芸能人は、その過去を克服し、自己成長や精神的な回復の道を歩んできました。彼らのストーリーは、激動の人生を生きる人々に勇気や希望を与えるものとなります。また彼らは自らの経験を通じて、毒親や家庭内虐待に対する啓発活動や支援活動に積極的に取り組んでいます。彼らの声が社会に届き、同じような状況にある人々への理解と支援を広げる一助となっています。毒親に捨てられた芸能人の経験は、彼らの強さと精神的な成長を象徴しています。彼らのストーリーは、家庭内虐待や心の傷に苦しむ人々に希望と勇気を与え、より包括的な支援や理解を促進することに貢献しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。